ミアです。このゲームの内容は全てフィクションよ。実際に車を運転するときはシートベルトを締め、ちゃんと交通ルールを守って安全運転よ。させてやる。覚悟しとけ。集中して。あなたなら勝てるわ。でも油断は禁物よ。全車に次ぐ。現在複数の車両を追跡中です。司令、数が足りない。もっと応援を頼む。あなたの車なんか変よ。スタートラインにオイル漏れの跡があった。さっさとレースを終えなきゃダメよ。飛ばすね。
俺はロックポート警察のクロスだ。ほう、これはすげえ車だな。インパルもシフトレバーも。こんなすげえ車で一体どこを走るつもりなんだ。そのボンネットの中身にそそられるわね。俺もだよ。じゃあこうするとしよう。こいつをバラしてよく調べる。違法な改造がないかどうか。これはとんでもねえパーツが出てくるぞ。デッカー車を呼んでくれ。あなたもうレースには出られないわね。そうだ、ついでに教えとこう。ロックポートでのレースはもう終わりだ。なぜならこの町からお前らストリートレーサーが誰一人いなくなるからな。さあ降りるんだ。前車に次ぐ。現在逃走する複数の車両を追跡中です。付近の車両は直ちに現場へ急行してください。今回は運が良かったな。生かしたバイナルだ。しゃばるなって言ったろ。聞いてくれ、あいつが。黙れ。こいつに勝ったくらいで調子こくんじゃねえぞ。お前なんぞ俺の足元にも及ばねえぜ。それはどうかしら。あんたよりはイケてるわ。この前はごめんね。お前に何が分かるってんだ、お嬢ちゃん。あんたの車じゃ勝てないわ。何言ってんだ。俺の車知らねえのか。どんな車が来たってな、負けるわけねえんだよ。もちろんこいつにだってな。そう、じゃあかけてみたら。$5,000。$5,000だ。俺の仲間がこいつを任す。あんたが走るんじゃないの。俺が出るほどのことじゃねえ。どこの馬の骨ともわからねえやつとバトルなんかしねえんだよ。そうだ、レーザーはブラックリストのナンバー15なんだぜ。
こいつにそんな資格はね、10年早えんだよ。情報ありがとう。で、やるのやらないの？俺に任せろ。ねえ、いっそのこと1万にしない？よし、盛り上げたいわけだな。ならいい考えがある。ねえ、おまわりさん、港付近でレースをやろうとしている連中がいるんだ。すぐにパトカーを出動させてくれ。すぐにだぞ、いいな。てめえの腕見せてもらう。せいぜい俺を楽しませてくれよ。
これからもその走り続けてくれよ。じゃあな。いや、ずいぶんと派手に暴れ回ってるみてえじゃねえか。俺に言わせれ、お前がやってるのはただのお遊びだ。俺たちブラックリストランカーはな、互いに車をかけてバトルを行うんだ。てめえにその度胸があんのか。俺と勝負してってならマップの場所に来い。軽くひねり潰してやるぜ。調子はどうだ。はい。あなたも渡して。あの車、かなりのパワーがあるわよ。俺と勝負したことを後悔させてやる。覚悟しとけ。ちょっと集中して。あなたなら勝てるわ。でも油断は禁物よ。負けちまったんだよ。車はいただくぜ。安心しろ、大事に使ってやる。アクセル全開だぜ。あなたが負けるなんて。いや、何やってんだ。一人にしといてやれよ。警察だ、警察だ、警察。バス停ならあっちだぞ。やっぱりお前だったか。言い逃れはできんぞ。
坊や、車をどこへやったの？どうだっていい。もう必要ないからだ。これからたっぷりと可愛がってやる。証拠不十分だったんでしょ。車がないのにストリートレースの容疑はかけられない。あなたをはめたレーザーの話だけど、今彼はブラックリストのトップにいるわ。あなたの車で勝ち上がったの。車を取り返したいのならストリートバトルで勝ち続けないとダメよ。でもその前に車を手に入れないと。それとセーフハウスも用意しなくちゃね。あ、エド、ミアよ。今から友達を連れて行くけど、面倒見てもらえない？ありがとう。また借りができたわね。